皆さんこんにちは、サンシャインのひとみです。韓国ソウルの現代シティアウトレットの中にあるドレドレというかわいいカフェにやってきました。7色の層がカラフルなレインボーケーキを人気商品にしたブランチカフェです。店内のショーケースの中にはたくさんの種類のスイーツが並んでいて、どれにしようか迷ってしまいます。朝からトンデモンでいっぱいお買い物をしてきました。トンデモンの、いろんな卸売市場に行っていろんなものを仕入れてきてちょっと疲れたので、ここは現代アウトレットっていうところの1階か地下かちょっと1階みたいな地下みたいなところに来ました。ここのお店はドレドレっていうかわいいお店です。でこのレインボーケーキ、前来た時も食べたかったんですけど、ちょっと素通りして帰っちゃったので、今回はレインボーケーキとこちらサンタさんのケーキとオーダーしてみました。すごく可愛いケーキです。でレインボーケーキは昨日も食べたんですけど、今日もまたちょっとインスタ映えするケーキを食べてみたいと思います。すごい濃厚で油分たっぷりっていう感じなんですけど、どうなんでしょう。昨日食べたケーキはそれしてましたけど、これは結構濃厚な感じです。なんかお野菜の色素が入ってるケーキみたいです。色がレインボーで7色あります。また休憩をしたらトンデモンのショッピングに戻りたいと思います。